私自分新年表。待ってました。来た。音体登場。よいよ。ついに満を持して。緊張します。うん、結構そんなに濃くないので、うん、ペラペラなんですよ。それが分かったので皆さんで肉付きをしていただきながら、まあ、秘蔵写真とともに自分の歴史をゆるく振り返るという企画なんですけれど、世に出したことのない初出し情報を今回出さないといけないということで、意外とないもうとっておきのは出してる。結構さ、はい、目覚ましテレビ全部見せ、ね、はい、目覚ましテレビ全部見せ、ね、なんで言えてましたよ。大切に思ってるんですよ。全部見せを目覚ましテレブって聞こえた。あ、全部全部と目覚ましテレブが一緒になった感じ。コンパンドしちゃったんだ。お、来た、1枚目、1枚目、うわ、おー、出ました。この時お父さんになんですよね、私。お父さんに、はい、そうなんですね。実はですね、この聖火って名前の由来があります。お、フジテレビのあるドラマに由来しているんですけれども、え、クイズここでまた、はい、95年っていうとカルビさん、もうトレンディードラマの全盛期。そうなんです、全盛期。これ実は初出しじゃないんです、もう言っちゃったんですけど。はい、ちょ、ま、答えないですか。アスナロ白書。大正解。すごい。あの、鈴木杏樹さんが聖火ちゃんっていう名前だったらしくて、祖父の名前が聖治で、この聖だったので、何か使えないかなって、聖を使って可愛い名前何かなと思った時に、アスナル白書で聖火ちゃんっていうで生まれました。そして今日は私その薄いので写真を多めていこうと思って、写真をとりあえず見せていきますね。かわいい。かわいい。でもこれかわいい写真選んできましたから、まあまあ全部言っちゃうんだから。可愛い写真選んできたんだから。眉毛綺麗、めっちゃ濃くて眉毛つながった。あ、初出し、眉毛つながった。これ初出し、初出し。もう本当にコンプレックスすぎて、うん、あ、持ってくればよかったな。母がこう似顔絵を、あの、何ですか、お遊戯バッグとかに書いてくれて、こうワッペンみたいにしてくれてるんですけど、意地悪で全部それつながってるんですよ。眉毛がいじってるんですよ、母。こうやってそう、こう顔合っても、うん、こうやってるんですよ。そのくらい本当に特徴的に繋がったんです。でも、あれですね、もうすでに井上の顔ですよね、表情とか、うん、もうで、やっぱこの時私本当にわがままで、なんか本当に扱いづらい子だったんですよ。それでこの時の写真のある特徴が、まあ、特徴、あ、もうすぐ分かるね、何の特徴だかこれ、ね、ちょっと見えて、あ、共通項、みんなそうだ、うわうわうわ、あらららららら、どうしてこうなったんだろうか。すごい、まだ何も言ってないけど。何が、何だと思いますか、クイズ。いいね。え、当てちゃっていいですか。はい、全部左に傾いてる。違います。そう、確かに合ってます。要するに、とんでもないぶりっ子ね。そうだよね。とんでもないんですよ。私は自分のことをプリンセスか、こうペコちゃんでこう下を表すっていう、だと本当に思ってて、すっごいぶりっ子だったんですよ。確かに他の子はそういうポーズ取ってないもんね。取ってないんです。ですね。一人だけなんだ。ぶりっ子幼少期が終わりまして、小学校になるとちょっと普通になります。あ、可愛いね。これ可愛い、可愛いの選んできたんだ。すいません、一番いい意味でやっぱ小学1年生に見えない。え、そうですか。モデルさんみたい。うん、ほんとそうですね。ね、嬉しい、嬉しい、大人っぽい。で、これ七五三です。7歳。あら、これは別に出さなくていいんですけど、出すとおばあちゃんたちが喜ぶんで。だからおばあちゃん、おばあちゃんたち、YouTube に載ってるって。どっちがいつもあの話題になるおばあちゃんですか。私もなんかフジテレビ出てカルベさんと共演したいわとかいうおばあちゃんはこっちです。おばあちゃんね、はい、そうかそうか。あの、お孫さんに対抗心を持っているっていう、はい、そうです、そうそう、私に対抗心持ってます。これカルベさんとか藤井君とか原田さん、目覚ましチームで、まあ、よく伊能さんと話してますけど、この辺のエピソードっていうのはあんまり出てないもの。この写真はね、見てない、うん、そうですね、はい、写真は全部初めての持ってきました。初出し、全部見せで全部の写真を見せてるわけじゃないかな。そうですね、これは初、初ですね。それで、え、これ小学、多分高学年なんです。あ、ちょっとなんかモデルさんみたい。
なんかセブンティーンの応募写真とかありそうな、ありそう、ありそう、いいね。日焼けしてる感じがすごく健康的。小学生ですよね。これ何歳これ、うん、これ多分小5くこう小 5? 小5ぐらいか。この時冬ソナが流行っていて、家族が大好きで韓国に冬ソナツアーとかも行ってたんですよ、だけど、ね、その時に父が大好きだったチェジューカットでした、小学校5、6年生。そうなのか。お父さん好きだった。パツンっていうよりちょっとこう、なんだろうな、遊ばせる、遊ばせるというか、なんか段が入ってる感じ。なるほど。言われてみればすごくでもわかる、うん、将来の夢、ギャルだったんですよ、私。ギャル、これだ、これ初出し、心配なるね。初出しじゃないんです、でもこれ。あ、そうなの。将来のギャルの文集を、あの卒業文集を私、目覚ましの YouTube で出してます。え、文集にギャルになりたいに書いたんですか。はい。それ初出しじゃなくても強いからいいじゃない。将来の夢、ギャルはさすがに怒られて、特にありませんって卒業文集書いたかもしれないです。はぁ、でもな、ギャルさんとかが、なんか流行ってたんですよ、ドラマで。そうだね、そう、ドラマとかの影響で、なんかちょっと将来の夢ギャル。え、だからそれこそ、じゃあ中学生になったら、はい、いよいよギャルなりたいってことなんですか。なりたいって思ったんですけど、うん、女子校に行きまして、中高、ここから、はい、それがまた、校則が本当に厳しくって。あら、校則は結構その人のね、左右するもんね。そうですね。そうなんです、うん、眉毛も剃っちゃダメだし。ああ、大変。もうなんかありとあらゆることがダメだったんですよ。靴下とかも全部決まってるし。ああ、本当に。キーホルダーもつけちゃダメです。へえ、カバンに。あ、厳しいね。はい。ギャルでできることが全部できてないって。そうなんですね。夢砕かれたんだ、はい、確かに。本当だ。そうなんです、夢砕かれました。はい、で、いよいよあれですか。はい、ね。で、中学校に入りました。お、見てください、出た、この時代を感じる、時代を感じる、懐かしい、これだ。しかも名前一文字しか書いてない。やば。このメンツマジ好き。いやもう時代マジ好きね。この本当に厳しかった中の最大限のギャルがこれだったんです、プリクラの、はい、マックスだこれが、はい、懐かしい。で、なんかこういう顔でみんな、はい、割と私もこの世代で近いですね。そうですね、あまり変わらないから。はい、もう本当あのね、チのね、チマジ好きのチがちっちゃくて濁点がでかい感じ。こういう感じですよね。あとさ、あのハテナをさ、はい、20みたいに書かなかった。これ。そう、それそれそれ、これ。そう、これ。知ってますこれ、これハテナなんです。え、めっちゃ練習してましたもん、私。うとかこうなんですよね。そう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 、懐かしい。精一杯のギャル。で、中学バドミントン部に入って、バドミントン部の友達とかですね。なんでバドミントン。それがバドミン、あの、私はすごく厳しかったじゃないですか、バックも全部指定で、そのキーホルダーもつけちゃダメ、はい、でもバドミントン部だけは金と黒のプーマのスポーツバッグを持つことが許されてたんです。こういうやつ、ね、あ、そうそうそう、ちょっとそういうものを入れてるので、 あれがバドミントン部だけは許されてたんです。わかる？形状わかるんですけど、形状はなんとなくね、はい、だからそういうものがそんなにこうすごい、しかも黒と金でちょっとギャルっぽいじゃないですか、そこになんかスポーツバッグだとキーホルダーとかをつけていても、うん、なんか言われないんですよね、あんまり、うん、苦しい中でもあのバッグを持つのが本当にまさに精一杯のギャル。そうなんです、あのバッグ、けなげなね、なんかね、はい、はい、精一杯、なんかこうなんですかね、その時流行っていた、うん、ちょっと顔キャラクターのキーホルダーとかを買いに行って、うん、せっせとつけたりして。ちなみにあの1979年のね、はい、昭和54年に沢田研二さんの大ギャルってヒット曲があるんだよ。いいですよ、いい情報。これが多分、はい、そのギャルっていう言葉のほぼ語源に近いんだ。あ、そこからなんだと。その頃からギャグっていう、あのギャグ。はい、はい、終わりです。面白いよ、はい、いい話だったのに。最後の最後の、どうしたんですか今日。面白い、ちょっと今の使ってください。いや、今のはだからギャグだよ。今のギャグ。今のがギャグ。ギャグ。そう、今のはギャグですね。ギャルを使ったギャグ。そう、技術が高い。すごいですね。冒頭の言い直しをもう一回見てもらいたい。田辺さんの。そう。インテンアウトで一回作ってもう一回言ってね。高校はクラス会なかったんです、3年間、うん、そうするとこう仲良しのグループがだんだんこう固まってきて、今月こそかっこいい人と電車ですれ違いますようにそういうこと思ってたんだね。いや、思ってたよ、思ってたよ。なんなんだよこれ。いやいや、いないよね。だからもう東京でもいないの。いないです。よかった。少女漫画のこの動画を
面白かったなと思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。後半もお楽しみに。